ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回は STM32 ファミリーの開発リソースについてご説明いたします。 ST マイクロエレクトロニクスの STM32 ファミリーの主な開発ツールとして、統合開発環境、デバッカー、評価ボード、OS などのミドルウェアが必要となります。統合開発環境、優勝の OS については弊社パートナー企業が提供するツールをお選びください。デバッカ評価ボードについては ST 純正品もしくはパートナー提供品からご選択いただけます。ST 提供の開発ツールには評価ボードに代表されるハードウェアツールと STM32 キューブソフトウェアライブラリなどのソフトウェアツールの2タイプがあります。まずハードウェアツールについてご説明します。ハードウェアの開発ツールには TFT 液晶パネルやイーサーなどの各種インターフェースをフルセットで搭載したエバルボードと呼ばれる評価ボード、小型の LCD パネルや e ペーパーを搭載した簡易評価用のディスカバリーキット、 ARM エンベッド対応のオンライン開発環境に対応するニュークリオの3種の評価ボードがあります。いずれのボードもハードウェアデバッカーである ST リンクを搭載していますので、 PC と USB ケーブルで接続するだけで評価を開始できます。また各ボードとも搭載されているマイコンの全端子をピンヘッダーとしてボード上に引き出していますので、ユーザーが作成したボードとの接続も容易に行うことができます。なお、ニュークリオには Arduino Uno 互換コネクタを搭載していますので、このコネクタに対応している市販の拡張ボードを接続することにより、容易に機能拡張できます。エンベッドのオンライン開発環境と組み合わせて使用すると、本格評価の前のプロトタイピングに最適です。以上の3種類の評価ボードから用途に合わせてお選びください。続いてソフトウェア開発ツールのご紹介です。 STM32 用のツールとしては初期化コード自動生成ツールである STM32 キューブとモーターやオーディオなどのアプリケーション向けのサンプルソフトウェアライブラリを提供しています。いずれも ST のウェブサイトから無償で入手可能です。最後に STM32 キューブの概要を簡単にご説明します。STM32 キューブとは、PC 上でマイコンの初期設定、ピンアサイン、ミドルウェアの選択を行うためのコンソールである STM32 キューブ MX と、実際にマイコンに書き込まれるソフトウェアライブラリである STM32 キューブソフトウェアライブラリの2つで構成されるファームウェアパッケージです。STM32 キューブの使い方について、ビデオプレゼンテーション、STM32 キューブの使い方にてご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。 STM32 シリーズの開発リソースについてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は弊社公式サイトをご覧ください。